どうも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 、そうじゃないそうですということで、今日は23枚目シングルシングアウトのフラゲビでございます。イエイ。ということで僕もね、早速もうゲットしてきました。この A から D の4枚を開封していきたいと思います。生写真、なんですけど、まあ、ぶっちゃけ誰が来ても本当に嬉しいんですけど、一応狙いはやはり一番の推しのアスカちゃん、それからタマちゃんでさくらちゃん、この3人を一応狙いとしてやっていきたいと思います。まずは D から、まずは D のね方からいきたいと思います。ジャケ写もね改めて見るとめちゃくちゃいいですね。で今回はセブンネットショッピングの方で買ったので、こちらの生写真の方も入ってます。はい、ということで開けていきます。まずは生写真を見ないようにしてね。怖いな。 OK、まずは皆さんに見せてから僕が見たいと思います。いきます、せーの。はい、どうですか。ちょっと目が悪くてですね、見えないんですよね。じゃあこんな感じでどうでしょうか。じゃあ見させていただきます。せーの、ドンドンドン、どーい、いい、めっちゃいいぞ。みなみですね、めちゃくちゃ可愛いっすね。可愛い。であとこの新制服もねめちゃくちゃいいですよね。なんか大人な感じ、僕結構好きですね。あとこのディスクのデザインめちゃくちゃかっこいいですね。続いてタイプ C やっていきます。はい、こっちもセブンの生写真あります。はい、開きました。いきます。まずは見ないように。はい、 OK です。じゃあいきます、せーの、ドン。ん、誰だ。はい、じゃあ見ます。せーの、ドンドンドン。おー、いいね、レンタンですね。いや、ここまで結構いいぞ。はい、レンタン、最近より可愛さが増してる気がするんですけど、めちゃくちゃ可愛い。いいっすね、レンタン。もう2枚、もう2枚しかないですからね。続いて、タイプ B ですね、いきましょう。はい、開きました。ということで見ていきましょう。はい、 OK、 それではいきたいと思います。せーの、ドン。さあ誰だ、これは誰なんだ。はい、じゃあ見ます。せーの、ドンドンドン。おお、一瞬誰かと思ったら4期生の早川セーラーちゃんということで、昨日かなブログも読みましたよ。はい、こんな感じでいいっすね。なんか可愛いな、マジで。初めて4期生来た。今のところ1期生、3期生、4期生と来てて、はい、そんな感じで、いや、いいですね。はい、ということでいよいよラスト1枚になりました。ここまで全然引きはね僕の中では悪くないんですけど、やっぱり狙いのメンバーも欲しいということで、この1枚にかけたいと思います。じゃあもういっちゃいましょうか。開かないぞ。はい、 OK、 これがラストです。いきます、せーので、ででででで、ドン。さあどうだ、どうなんだ。じゃあいきたいと思います。せーの、ドン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 。どー、いいっすね、レノちゃんですね。はい、レノちゃんもなんか最近結構大人っぽくというかなってますよね。めちゃくちゃ可愛い。はい、ということで今回こんな感じの4枚でしたね。3期生が2枚とっていう感じで、もちろん全員可愛いしね。まあ、この中で言うと僕は一番みなみちゃんが嬉しかったですね。はい、ということで今回はね、シングアウトのフラゲビということで早速開封していったんですけど、生写真狙いのメンバー出なかったんですけど、僕的には結構良かったのかなと思います。ぜひ誰当てたよとかいう、コメントを残してくれたら嬉しいです。最後にチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。